黄海は中国大陸と朝鮮半島の間にある海。黄河から運ばれる王土により横断している部分があることから航海と呼ばれている。フランスの地図制作者、ダンビルが1737年に作成した中国新地図帳に航海と表記したことで国際的にも認知されるようになった。朝鮮半島沿岸部は第二次大戦以降、 軍事境界線を延長する形で会場に北方限界線が設定され、韓国と北朝鮮の間の事実上の国境として機能している。しかし、北朝鮮は1999年9月2日以降、これを否定し、独自の朝鮮再開会場軍事境界線を設定している。この海域では1999年以降に第一野別海線、第二 延べつぼ海戦、延べつぼ島砲撃事件と、たびたび武力衝突が発生しており、南北間の緊張の原因になっている。中間問題では、韓国が李昇番ラインを設定して、公海上で創業する中国漁船を打破して、国際法上の慣例を無視した措置をした時から、中国と韓国の間では、排他的経済水域に関する争いがある。イケル岩礁、下挙礁をめぐる、 領有権争いに加え、中国漁船が韓国側水域に侵入することが両国間の問題となっている。2018年に韓国と北朝鮮は東海と航海の両地区を開発することに合意したことを連合ニュースが報じている。国際水路機関発行の太陽と海の境界ではイエローシーとしている。航海の衛星写真なさ2002航海は 太平洋の沿海であり、抗議の東、シナ海の一部である。北西側では、山東半島と両東半島の間の渤海海峡を通じて、北海とつながっている。北東は、両東半島と朝鮮半島の間に、西朝鮮湾が入り込んでおり、その湾王に王緑港が加工を作っている。水深は、平均44メートルと浅く、大陸方となっている。 北は、両島半島から、南は、洋子港川口までにまたがっている。川口からは海底に三角州が、チェジュ島付近にまで形成されており、かつては、底引き網漁の工業場であった。近年は中華人民共和国からの排水による、海洋汚染の深刻化が懸念されている。インク、産経デジタル、外信コラム、ソウルから、よぼせよ、再開にしたら 産経ニュース。2020年11月17日閲覧。島根県、実時急税第56回。www.pref.shin.lg.jp m a e。2020年11月17日閲覧。ハンギョレ新聞2009年12月21日。韓国軍、再開防衛で誘導弾高速艦出席を。 導入等は日報2011年7月13日、南北が、軍通信線の復旧で合意公開地区から、イコール、韓国国防部、2018年6月26日閲覧、太陽と海の境界、ナンバーワンが、該当海域、ありがとうございます。